皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラホーダ道模様オペラ第383回。今日は、えー、2024年の5月19日です。はい。日曜日の、えー、お昼ですね。はい。外は、今日は曇りです。はい。えー、雨が降る気配は、まあ僕は天気予報は見てないんでわかりませんが、えー、という感じではないんですけども、なんとなく、えー、どんよりしてますね。 はい。皆さんいかがお過ごしでしょうかう僕は今日はこれからちょっと都心に行ってある、えー、方の、えー、ある <laughs> ちょっと舞台をちょっと、えー、見に行くことになっております。あの、そのことについては多分また、あの、この思いオペラの中でお話、報告できると思うんですけども。はい。えー、っとですね、えー、何度もお伝えしてます。新国立劇場主催公演の えー、ボルファング・アマデオス・モーツァルト作曲、えー、コジ・ファントッテですね。コジ・ファントッテ、この、ダミア・ノ・ミキレット、2011年の演出作品、えー、この、えー、コジ・ファントッテ、いよいよですね、舞台が、えー、仕込みが終わりまして、それで、あさってからですね、火曜日から、えー、舞台稽古が始まります。はい。 今、新国立劇場では、えっ、ー、と、トラビアーターをやっていて、このトラビアーターと、まあ、テレコっていうのが、ね、交代で、あの、舞台をね、えー、舞台稽古、そして本番こう、進んでいくっていうような感じになってます。まあ、再演作品をやる期間の場合には、こうやってやっていくことが割と多いんですけどもね。それで、あの、舞台に片一方の作品のセットがあって、 で主部隊には別なものが乗っかって,るっていうことをねこれを入れ替え作業っていうのは結構大変なんですけどもでもまあこれを当たり前の新国立劇場のスタッフの方はやってくださっていてですねそのおかげで、あのー、こういうことが可能になってくるということですはいまあ日本にも、えー、いろんな劇場多いしといえどもねこういう形で稼働してるところっていうのはほ当とに、えー、ほとんど新国立劇場ぐらいじゃないかなと思いますんでまあ例えばニューヨークのメトロポリタンオペラ 会議ですねまあ、僕は通ってたんで、あの身近なのであの、あれなんですけど、あそこなどは月曜日の夜、火曜日の夜、水曜日の夜、木曜日の夜、金曜日の夜、土曜日の昼と夜ということで、1週間に7作品あるんですね。日曜日だけは公演しないんですけど、まあ、クリスチャンの国なんてね、みんな教会に来ますから、なんですけど、月火水木金、堂々と。 え作品、あの毎日ではないんですけども、だでも日替わりです、日替わりで、で、同じものが、例えば、A、B、A、B、C みたいな感じで、3作品が、4作品が1週間にかかるんじゃないかな、少なくとも僕が言ってた時期はそうでしたね。なので、この、えっ、ー、と、ある期間に1つの作品だけをバーって固めてやる劇場もありますけども、こうやってレパートリーを、 出していくで新国立劇場は、えー、明らかにこの僕がちょうど演出スタッフに入った頃からレパートリー劇場を目指していくってはっきりと言ってましたんで、えー、そういう形になってレパートリーをとにかく増やしていってそれをできるだけ多くこのシーズンにかけていけるようにねそうするとお客さんがオペラファンの方でもね、あのーえー、あれ見たけどこれはまだ見てなかったなとか、えー、いうことで、えー、作品を作品を 違う作品にまた見に来ることができるということでね。いうことなんですよ <laughs> え。ということで、まあ今、とにかくそうやって、コジファントっテとトラビアータやっていて。でい、いよいよですね、トラビアータの舞台結構始まるんですけど、つい、えー、っと、おとといですね、おととい、この、おととい、おとといだ、おととい、えー、舞台、舞台で今仕込みをしてるんですよ。仕込みの合間にですね、えー、今回の、えー、ソリストと、あと、 助演っていうね、そこで役者をやってくださる方をと一緒にですね、舞台に登ってきました。はい。僕にとっては、えー、2013年からの約11年ぶりの、えー、このコジファンとっての、えー、キャンプ場訪問となったわけですけどね、ほんと懐かしいのと、やっぱ改めて素晴らしいなと思いましたね。そしてみんな言ってましたけど、えー、外国人の歌手たちが特にね、美しいと言ってました。本当に。えー 素晴らしいです。はい。えー、東京の発大にねと、大都会の真ん中に、の舞台の中に、こういう、うっそうとした、えー、こういう世界が作れるんだっていうね。えー、まだそれはもちろん証、照明もない状態で、ただビーズだけがあるんですけど、このパウルファンティーンのこの舞台ね、本当に素晴らしいです。はい。えー、これを見る、前にも言いましたけど、見るだけでも価値があると思いますね。はい。 えー、今回のこの作品の中の一つのトリックなんですけど、これは、えっ、ー、と、催眠術をかけるような、このドン・アルフォンソンっていう人間の存在というものにあり、これは、えっ、ー、と、えー、個人ファントっての中のこの作品、 この人物の立ち位置と非常に繋がっていて、えー、僕も大変共感します。まあ、まさに僕自身も僕の演出の中では同じようなことをするんです。これは、えー、ミキエルットの演出を見たから僕はそうしてるんじゃないその前から僕は同じようなことをしてるので、多分演出が同じようなことを考えるんだと思うんですけどもね、えー。で、明らかにこの、まあ、ドンアルフォンソが明らかにその三民術をかけるような行為を今回の演出のようにするかどうかは別にして、 この中のまあ騙されていく人たちですね、えー、フィオルディリとドラベッラは特にそうなんですけどもそれ以外の人男性のフェルナンド・グリエルも、えー、そしてデスピーナと騙していく方の人もある意味でそこでそういう騙しの世界に入っていってしまうわけですねでこのまあミケレットのやつの場合にはこのドーン・アルフォンソまでもがそこの中に入っていくというそういう 形が、えー、の世界が展開されます。えー、まあこれはちょっと今僕が言ったことはネタバレを含んでいるんですけど、多分これを言っただけでは誰もなんと、なんと、何のことだかわからないと思います。そんなに簡単なことではないので、ぜひちょっとそれを頭に置いて、この作品をご覧になっていただけると大変に嬉しいなと思います。はい。えー、まあもちろん、ただそれは、えっ、ー、と、えー、そのことを見せるための演出ではないので、 うんとえー、ただそういうことを考えながら見ていただけると大変面白いんじゃないかなということで、今日は、えー、と映画なんですけども、同じようなその催眠というものを、えー、テーマにしたものをですね、えーと、最近僕はちょっと見たので、それについて話をしたいと思います。それはこれですね。はい。これです。はい。ロバート・ド,ロド・ロドリゲス監督のドミノです。これ。はい。えー で、これはドミノっていうのは放題で、現代は全く関係ない、えー、ヒプノティックという、まあ、催眠術っていう、そういう、えー、言葉が、その、まあ、催眠のというかね、そういうものが、えーえー、催眠というものがそこの、えー、現代なんですけども、はい。で、このベンアフレック主演のこの映画なんですけどもね、まあ、この人が、えー、まあ、警官なんですけどね、自分のこの、最初その、 心理的なカウンセリングを受けてどうから始まって、それで自分の、ある起こった事件ですね。それを、ええと、見ると。ただ、この時点でちょっとあれって思うんですけど、これ、このじ事件を、これは、記憶を紐解いているのか、それとも、その、ええ、彼が作り出して夢の世界に行ってるのか、みたいな、ちょっとこう、曖昧だなと最初のところで思ったんですけど、まあ、まさにそれはちょっと、 そのあたりが、この結構大事なところなんですけどもね。で、それ以上のことは一切語りません。<laughs> この映画についてそれを語っていっちゃうと全部ネタバレになっちゃうので、ぜひ、これ大変僕はいいえ、いい映画、面白い映画だと思うんで、えー、まあ、この映画に非常にどういうものに通じてるかというと、えー、クリスファー・ノーランのインセプションですね。これに非常につながってます。はい。多分、オマージュありますね。はい。 で、あとはですね、えーまあ、全然違った意味で、クリストファーフォント、えー、と、えー、と、えー、トリア監督、フォントリア監督の、えー、ドッグビルですね。ドッグビルにも通じているところがあります。はい。で、まあ、ありとあらゆる映画ですね。そういうものに対しての一つのオマージュでもあると、僕は思いますね。ロバート・ロードリゲスというと、僕はもうあの、プラネット・テラーっていう、あの、 クエンティン・タランティーノの、えー、まあえー、あの、ダブルビルですね。あの、ちょっと今名前忘れちゃいましたけど、あの、えー、三流館落ちの映画の手でやるという、その、えー、日本建てのダブルビルがありましたけど、あれの中のプランテタラーなんかも本当に壮絶で、えー、凄まじくて僕は大好きでしたけども、えー、ものすごくあの、 映像美がありますね、彼の世界はね。うん、非常に、あのとてもあの美にこだわった監督だと思いますね。うん、すごく好きです、はいで。この映画でも、その、えー、このこネタのところになっているこの催眠ということは置いておいても、このベン・アフェック。 という人物が非常に魅力的な人物に描かれているし、まあちょっと今、ね、役者の名前忘れましたけども、その彼と出会っている女性のね、役もそうだし、まあこの彼の、まあ標的というかレギュラーってくるそのヴィラン役の、それも大変にあのー、キャラがすごくはっきりしていて、だからこそそこでいろんなこういう展開があった時に面白いんですけどもね。で、まぁ、あ、映画の内容は一切語りませんが、しかしですね、えっ、ー、と、 まあ、これは、あの、関係ないと言いながら関係あるんですけども、映画そのものっていうものが、えー、見ている人に対してそういうヒプノティックな、えー、効果をもたらしているものだということですよね、うん。ですから、僕たちはみんな映画を見て騙されているわけです。映画っていうものは、真実っぽくそこにあるけど、あ、あとですね、クリスファー・ノーラのテネットですね。あの、もう、えー、非常に、あの、えー、直にこの、 え、印象的には近いと思うんですね。はい。ありました。はい。まあいいですけど。えー、なので、まあ、テレットなんかもそうでしたけども、ものすごくリアルな感じに、最初劇場爆破のシーンが進んでいって、なんだこれ今世界でこう起こってることこれなのかみたいな感じに思わせていきながらですね、そこからとんでもないこの仕掛け、 お、えーお、お、お仕掛けが、そこの背後にあって、いろんなものがそこで展開されるという、えー、ようなことですね。で、まあ、その仕掛けを見せている映画なんですね。この、えー、ドミノ、放題ドミノスケヒプノトキックもそうですし、この、えー、深刻の、 コジファントってミケーレット演出もボンを使ってこれをぐるぐる回していくってことによってそこに一つの絵のような形で存在しているキャンプ場のシーンというものが人工的に動きながらみんなに提示されているっていうことでこれが非常にもう閉鎖的なそういう空間として作られたものだっていうこともわかるようになっていますし同時にその中に見ている人を連れ込んでいくようなそういう 感覚をもたらすようになっているということなんですよね。で、これは、えっ、ー、と、まあ、映画、オペラだけに限らず、えー、劇場空間の持っている、そういう魅力の一つがそういうところにあるんじゃないかなと思うわけなんですけども、えー、まあ、この、コジファンとっての話、ちょっと戻りますよね。コジファンとってが、ずっと結構これ、基礎、 天外だとか、こんなのバカバカしくて信じられないとか、よくそういう話を聞くたんびに僕は、いや違うんだよと、それこそが面白いところなんだよっていうことを僕このコモエオペラで何度も何度も話してると思うんですけども、そこなんですよ。ですので、例えばベルディのオペラの中でも、イルトロバトーレとかね、もう本当にあの、えぇ、ー、波乱万丈劇で、えー、ここでわーって言って戦いに行ってたのに次のとか牢屋に捕まっていたりとかね。なんかそういう、だから、 えー、それとかもう、兄と弟が何とか今度はぐちゃぐちゃでとかいうような言葉っていうものは、およそ、現実とはものすごく遠いような話に見えながら、しかしながら、私たちは、えー、実際の世の中というものは、えー、予期しないことが次から次に起こるような世の中に住んでますよね。うん、天変地異はもちろんそうですけど、人間同士が起こすいろんな事件なども本当にそうです。 私たちが私たちの人生、次の1ページというものを本当に予想することが、それはある程度地位に根ざした生活をしていればできるかもしれませんが、その次の日に雨が降る、晴れる、えー、そこで危険が起きる、大豊作になる、そういうようなことすらも私たちは分からずに生きて、人類生きてきたわけで、で、その中で、えー、危険があったからこそ、フランス革命も起こったりとか、いろいろことも起こっているわけですよね。 ですので、私たちは本当に見えないドラマを見せられている観客のような立場であると。で、それの一つの縮図として、えー、そこに、えー、作者がいろんなネタを盛り込んで、えー、観客をいろんな不安な世界、喜びの世界に陥れようとする。その極めて、えー、狡猾な、そういう企てを持って仕込んだ、そういうものの 前に私たちはいつもいるということです。はい。えー、何が何だかちょっとわけのわかんない話になりましたが、えー、あの、まあ、いつも僕がここでお話ししているようなことをまとめたようなものに今日、今回なったんじゃないかなと思います。いずれにしても、えー、小島にとって大変素晴らしい、えー、作品です。キャストもとてもいいです。また説明しますけどもね。5月30日18時半から初回6月の1日2日4日14時から新国立議長です。それでは、えー、あ、このドミノの方もね、ぜひ、 ご覧になってください。はい。ということで皆さん今日も良いしょ、